県内では今日感染者が新たに457人発表されました。内訳は新潟市で171人、新潟市以外で28。6人です。年代別では40代が最も多く、88人次いで10代が6。5人などとなっています。病床使用率は今日現在で9.1%です。